宮台ニュースです。平成30年8月10日11日の2日間にわたってオープンキャンパスが開催されました。厳しい暑さとなった当日でしたが、木花・清武の両キャンパスには高校生や保護者など2日間でおよそ6200人が来場しました。それぞれの学部や学科でさまざまなプログラムが行われ、高校生たちは興味のある講義や実習に参加しました。教育学部では特別支援教育について知ってもらおうと模擬講義が行われました。共生社会の実現やインクルーシブ教育、障害のあるものとないものが共に学ぶ仕組みについての講義を熱心に聞き入り、特別支援教育について理解を深めていました。地域資源創生学部では異なる分野の教員がそれぞれの立場から観光をテーマに特別講義を行いました。マーケティング論を専門とする教員が消費者行動を起点とした顧客ニーズの分析について話すと、メモを取るなど真剣な様子でした。工学部では白色 LED 投光器を製作する実習が行われました。午前中の講義で勉強した回路図を見ながら基板に電子部品をはんだ付けしていきます。教員や宮台生にアドバイスをもらいながら完成させ、スイッチオン、無事光が灯ると満面の笑みを見せていました。農学部では森の香りを抽出する模擬授業が行われました。樹木の葉などを細かくしてから蒸留機に入れて加熱し、エッセンシャルオイルとしての香りの成分を抽出します。リラックス効果があると言われる森の香り、実験で取り出した香りはどうだったでしょうか。清武キャンパスの医学部では憧れの白衣に一足早く袖を通した高校生らがレッツ体験地域医療として、宮崎県の医療事情などを踏まえながら地域医療の在り方や地域医療の医学教育について学びました。他にも血圧測定体験や新生児バイタル測定体験、妊娠後期の体型を体験できたりと、看護学科のプログラムにも多くの高校生が参加しました。当日は学生ボランティアによる保護者説明会や交流会も開催され、受験生の不安や疑問に熱心に答える宮台生の姿がありました。昼休憩には学食での食事を楽しんだり、宮崎大学のキャラクター宮台もーくんが登場すると一緒に写真に収まったりと賑わいを見せていました。以上、宮崎大学マルチメディアスタジオより宮台ニュースをお伝えしました。